ここでですね、大阪大会でフィンレイと、メンで戦う、大阪プロレスのボディガー選手からですね、決意表明とも取れる、決番状がですね、送られてきました。でそれがですね、こちらになります。で早速ですね、ちょっと私読み上げたいと思います。ボディガイ、ディープ・フィンレイは WWE でも活躍していたが、それ以前に、シューターとしても知られているし、レスリング技術もスペシャリストというのは、言わず知れたところだろう。それに対して俺はプロレスのキャリアは3年にも、満たへんのや。普通に考えたら太刀打ちできる相手ではないけせやけど、真剣勝負というのは、やってみなければわからん。俺には、長年血と汗と根性で鍛え上げた、この体がある。大和魂の血が流れとるんや。敵と刺し違えてでも弾を取る、特攻隊のごとく、俺には、散る覚悟で散る覚悟はできてる。俺の弾取るのは簡単にはいかへんで、25日は楽しみや、ボディガーということですね。かなりこれは重い、それでいてなんかとても、どんな試合になるのかちょっと楽しみなカードですね。続きまして、来週木曜日の、後楽園大会で、女子になった、まあ、女になった、ジェシカ・ラブと組みます大原はじめ選手を、呼び込みたいと思います。お願いします。前回の試合後にも言わせていただいたんですけども、スターバックス総帥のトーナメントの決勝戦う姿を見て、そしてフィンレイと戦うという姿勢、あの言葉に、すごく胸を打たれまして、あの姿を見て自分自身このままでいいのかっていうのをこの1ヶ月2ヶ月ずっと考えてまして、最近は結果を出すことができず、何かこうモヤモヤとしたような気持ちの中でリングに上がっていて、自分自身こうプロレスに対してなんかどうしていいのかわからない悩みを抱えていて、リング上にいてもなんか自分がリングにいないような、そういう なんか手応えのない試合をここ数ヶ月してました。しかし総帥を見て一大決心というか、自分がこのままじゃいけないという強い気持ちになり、必ず次のスマッシュでは自分自身を変えたいと思って、自分の方から、自分のもう生みの親ですね、ウルティモドラゴン、そして田尻、この2人がやっぱ自分にとっては生みの親であり育ての親だと思ってます。自分はこの2人タッグでやってもらって、その2人の父親に勝つことが自分にとっての自分の変わるための一つの結果だと思ってますし、総帥に対しての示しというか FCF 大原はじめとしての結果だと思ってます。そして今回パートナーは女になったジェシカ、法的にも認められて身も心も女になったということで、なんかそうまでしてやっぱ自分のことを思ってるのかなっていう気持ちも自分の胸に来るものがあって、すごく自分は今守るべきものが増えた、そういった気持ちで今います。次の
ルティモドラゴン田尻戦は必ず自分が勝ってジェシカにその勝利をプレゼントします。今の自分はもう迷いも何もないです。純粋な気持ちで FCF スターバック総帥に対しての忠誠や尊敬の念がさらに強まって完全なる FCF の大原締めになってます。必ず自分の中にある FCF の十字架が俺の未来を道を切り開くと確信してます。以上です。何かご質問とありますか。まあ、現チャンピオンがスターバックということで、まあ、当然大原選手もそのベルトというのは狙ってはいると思うんですけれども、はい、あもし仮にそういうふうにチャンスが来てチャンピオンがその時点でスターバックだった場合は指定対決というのも、はい、トーナメントで自分はウルティモドラゴンと試合して勝って真の師匠超えをしたと自分では思ってたんですけども、あの試合でやっぱり自分は昔の登竜門の大原はじめに戻ってしまったと思ってるんです。その結果がベネの戦で出たんじゃないかなと自分では今考えていまして、今の自分は FCF 大原はじめを完全に取り戻しているので、以前のような迷いのない自分を出せると思ってますし、それが相手がスターバックであろうと変わらない、そしてスターバックに対する尊敬の念も変わらないですし、以前よりもやっぱ敬意はもっと持ってますし、リスペクトもしてます、忠誠心も持ってます。できれば総帥にフィーネに勝ってもらって次のタイトルマッチは自分にやらせてもらいたいなと、そういう気持ちに見えます。あとまあそのジェシカとのタッグという部分で、まあ、今回後楽園そして大阪でタッグ組むことになるんですけれども、まあ、大阪ではその対戦相手が、キトタク白井美代という、まあ、目音タッグなんですけど、はい、そこの一戦についてはいかがでしょうか。スマッシュが旗揚げしてすぐにジェシカが来て、あの出会いからもうずっと自分たちは築き上げてきた時間、思い出、いろんなことがありますし、自分自身もフィンランドに行ってますし、絆の深さでは正直人たくとみを足元にも、ね、及ばない相手だと思ってるんで、向こうがいくら今がラブラブとか言ってても、まあ、中学生とか、ね、高校生がねなんかふらついてるような、ね、カップルみたいな、そういうレベルだと思ってるんで、まあ、愛の力で勝ちますよ。そこもちろん。行きます。はい、出して。